はい、どうも、うずです。今回の動画はゲームの話をしたいと思うんです。ここ最近本当にカメラの話題ばかり YouTube 動画で話していたんですが、それはそれで私カメラ大好きですし、もう仕方なかったかなっていうのは勝手に思ってるんですけれども、まあ、特に2月末、3月頭、毎年 CP プラスというカメラの祭典、行っていて、その前後ってすごくカメラ熱がね、カメラファンはカメラ熱が一気にわーって上がるね時期なので、ちょっとカメラあんまり興味ない方には理解しがたいものかもしれませんけれども、上がるんですよ。でそんな中、私一つのゲームを体験版を遊んでおりました。期間短いんですけどね、UBI ソフトの人気タイトルの一つ、ディビジョン、これの新作ディビジョン2が2019年3月15日に発売予定です。それに先駆けて、もともとクローズドベータっていう形で体験もあったんですが、それは全く私やらず、今回オープンベータ版、3月1日から3月4日までという短い期間なんですが、無料配信されてましたので、それをダウンロードして、まあ、ちょっと頭の部分だけ遊ばせていただきました。でそれのちょっと感想と、あとディビジョン2、まあ、ディビジョン含めてなんですが、どんなゲームなのかっていうのを軽く説明させてください。ちなみに私ディビジョン1はちょっと触ったぐらいで、まあ、ほとんど遊んでないです。だからよくわかんない。ディビジョン2から始めます。始めますって言っちゃった。でゲームの内容をざっくり言いますと、まずバイオテロにより、ウイルスのパンデミックによって崩壊しつつあるアメリカで、その時に有事の際に独立行動が許された組織、ディビジョンというものがあるんですね。だからこれがタイトルですね。ディビジョン、組織名。その一員である主人公が、まあ、プレイヤーです。プレイヤーがそのディビジョンという組織の一人としてテロリストに立ち向かっていく話となっていくわけです。ごめんね、ちょっと間違ってたらごめんね。テロリストと戦うんで合ってるんかな。ちょっとディビジョンやってた方は詳しいと思うんですけど、テロリストと戦うんだよね。で、UBI ソフトという会社のゲームって、すごくそのマップが綺麗に、そしてリアリティ、リアルなんです。リアルなマップをすごい作ってくれていて、そこも今回のディビジョン2も活かされていて。で、前作のディビジョンの時も、冬のニューヨークっていうステージだったんですが、今回はワシントン DC に舞台が変わってます。で、そのマップ比率なんですが、これはまあ、ね、ちょっとまあ何パーセントどうのって言っても、そんな本当はプレイする人には関係ないんですけれども、一応前作のニューヨークのマップ、これもかなり広かったです。そういう風に聞いてます。その広かったニューヨークのマップよりさらに 20% 拡大されてるそうです。でその広大なマップを6つのセクションエリアに分けて遊べるのが今回のディビジョン2ということです。でその6つに分けられたステージも様々なギミックとか演出があるそうなので、そういったところも楽しめる要素になっているはずだ。ちょっとね、今回ね、そうですとかね、はずだっていうのが多いのは、もちろんまだゲームを、本編をプレイしてないからこういう言い回しになってます。ごめんなさいね。で、このディビジョンというシリーズは面白い要素として、FPS、自分の肩越しにね、キャラクターを見ながら戦うようなゲームでありながら、RPG 要素もあるんですね、ロールプレイング。キャラクターを成長させつつ物語、ミッションをこなしていくというゲームですので、その流れはそのまま変わらず、ただ、今作、レベル30を超えると、各キャラクターの固有スキルみたいなものを、うまく利用できる3タイプのスペシャリゼーション、言いにくいな、スペシャリゼーションというシステムがあるそうです。で、それがね、サバイバリスト、デモリショリニスト、言いにくいな、全体的に言いにくいな、シャープシューター、あ、これ言いやすい。の3パターンに分かれてるみたいで、これ今後増えるのかちょっと微妙ですけれども、この3つのタイプで役割分担をして、パーティープレイもできるゲームなので、2人が、例えば、これか、サバイバリストになったりとか、で、デモリショニスト、シャープシューターで組み合わせ組んだりとか、シャープシューターを、2人にして遠距離戦をちょっと強くするとか、そういうバランスもいろいろ考えて遊べるっていう面白いシステムを取ってます。で、このゲーム最初からグレネード投げて、敵を一斉にこうダメージ与えたりとか、視覚効果を与えたりするようなギミックがあるんですけれども、それもそのスペシャリゼーションっていうキャラクターの、なんだろう、パターンによって、効果が変わるそうなので、レベル30を超えてからまた面白いんじゃないですかね。まあ、そこまではいろいろ操作とか、ゲームの進め方を覚える段階で。そういうとこやっぱり、売れるゲームばっかし作ってる UBI ソフトさん上手ですね。で、もちろんこの手のゲームって、武器とか、あとはアイテム?自分の特技などをカスタムしたり、成長させたりしていくのも楽しいゲームなので、そういったところもすごく楽しめそうだなっていうのは体験版の時点で感じました。で、特に私はその特殊技の中で、アサルトドローンっていうのはすごい気になってるんですけど、攻撃系のドローンですよね。ドローンちょっと飛ばしてますからね。
そう、ドローンが気になったりとか、まあそのマイン、敵を追尾するマイン、爆弾であったりとか、そういったものをいろいろカスタマイズしていけるっていうのは面白そうです。だからキャラクターほんと成長させながら戦っていくことが面白そうなんですね。だから RPG か。で、ゲームモードも様々で、ストーリーを追っていくストーリーモード、あとはダークゾーンなどの採用により、その PVP が楽しめたりとか、あとはエンドゲームコンテンツとして最大8人のレイドバトルもあるということなので、かなりゲームモードも充実しているようです。で、ちょっと画面の方にちょこちょことプレイ動画の方流してたと思うんですが、ゲームの操作性に関してはちょっと慣れが必要かなっていうのはあります。私自身があんまりこのね、あの FPS、あれ？私 FPS って途中言ってたね。TPS だ。ごめんなさい、TPS。TPS とか FPS とかのゲーム、そんな上手じゃありませんので、ちょっとね、操作性ではちょっと難しいところもあったんですが、まあ、なんとかね、ついていけそうな気もします。ストーリーモードをね、進めてくってぐらいでした。対戦ってなっちゃうとちょっとおじさんついていけないけど。体験版やる前まではね、実際そのディビジョン2はまあ見るだけでいいかなと思ったんですけど、ちょっと体験版遊んじゃったらね、やりたくなってしまうという、あの UBI ソフトさんの戦略にいつもハマってしまう私です。で、一つ、言っておきたいのが、ディビジョンの1も確かそうだったと思うんですけど、他の UBI ソフト、まあ、ディビジョンはあんまやってないとして、他の UBI ソフトのゲームってちょこちょこやってるんですけれども、ザックルーとかザックルー2、スティープ、などなどやっていて、まあ、大体気づくのが、UBI ソフトさんって、中盤まで非常に面白いんですよね。熱中して遊べるんですよ。で、中盤以降が、まあ、だれるんですよ。ということで、このディビジョン2がそうとは限らないんですが、そのあたりはちょっと覚悟して、ゲームしないといけないかなと思います。なんだろうね、この途中、中盤から急にこうトーンがガンと下がる UBI のゲームの癖というか、そうじゃない方もね、そうじゃない方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、私はなんかそんな感じがするんですよ、全体的に。ザ・クルー2もね、なんか途中まですごい面白かったんですけど、なんか、はい、という感じで今日はざっくりとした動画になるんですが、しばらくちょっとそのカメラ系の熱でね、あのゲームがあんま進められてなかったエースコンバット7とキャサリン、あとはキングダムハーツ3、このあたりをしっかり進めながら、エースコンバット7はもうちょっと終わるかな、進めながら、ちょっとディビジョン2の発売日を迎えたいと思います。はい、といった感じで久しぶりのちょっとゲーム話になったんですが、好きな方はお話、お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。ゲームの方プレイされる方は、非常にディビジョン2楽しみにしてると思いますので、その楽しみにしてる具合をコメントにいただけたり、あと実際プレイ始めた後とかね、またちょっと感想をあげるかもしれませんので、その時にお話をお付き合いくださいませ。基本的に私のチャンネルはガジェット、カメラの紹介などを多くやっていて、その中で好きなゲームの話をしているというチャンネルになります。こういった動画が好きな方はぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。本当ね、2019年の2月後半ですね。もうめちゃくちゃ忙しくて、ほとんど外に出てしまってて、大阪行って、京都行って、東京行って、で、その東京行って、横浜行って、で、埼玉の熊谷行って。すごいちょっとね、集中的に出かけさせていただいたので、なかなかちょっと動画の活動と、YouTube もね、穴開きましたし。あとは、ゲームもね、全然できないって期間が続いたんですが、まあ、このあたりは自分のペースでぼちぼちやらせていただきたいと思いますので、動画を毎日見てるって方もね、そんなにいないと思いますので、うずさん動画やめちゃったのってことはないですから、心配せず、ゆっくり見ていただけるとよろしいかと思います。さりげなく TikTok 始めたので、もし興味がある方は下の方、リンクから飛んでいただけると嬉しいです。TikTok ね、大人がやる TikTok っていうのを広げたいんでね。TikTok は、どうだ？